はい、クレッシェンドラブについて内田博之主にお話しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まさに追い切りが終了しましたが、はい、今朝の最終追い切りはどんな指示があったんでしょうか。そうですね、まあ、先週、結構やってるんで、まあ、調整程度に、まあ、手応えを感じてもらえればって感じって形だったんで、まあ、一応合わせ馬は合わせ馬の形だったんですけど、まあ、馬のリズムでこの走らせたって感じです。その手応えどうだったんでしょうか。手応えはいい感じの走りはしてました。8歳になりましたが、はい、福島で重賞を勝った頃と比べてどうでしょうか。いや、体的とかあとは精神的にそうほどそんなにあの頃と変わっていることはないと思いますし、まあ、若い時はちょっとやんちゃを結構してたんですけど、だいぶそこら辺も少し落ち着いて、まだちょこっとありますけどね、まあ、だいぶ落ち着いて来てるんで、この8歳になって、まあ、それはいい方向に向いてるんじゃないかなと思います。前走の日経賞では久々に、まあ、この馬にまたがられたと思うんですが、はい、レース振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、まあ、最近こうなかなかこう成績が出ないもので、まあ、以前はもう花に行ったりもしてた馬なので、今回はちょっともう思い切った競馬をした方がいいんじゃないかなっていう、まあ、先生と話し合って、まあ、タイトルホルダーがね、まあ、逃げるっていう形だったんですけど、まあ、2番手3番手でいいんじゃないかなという気持ちでレースしてました。何かこうきっかけといいましょうか、これならまだやれるかなという思いはありましたですか。そうですね、4着でしたけど、ね、やはり、さほどそんなに差がない競馬ができたので、まあ、まだまだこのままも、こういったメンバーでも十分やっていけるというか戦っていけるんじゃないかなと感じましたね。はい、舞台は 3200m、はい、この距離はどうでしょうか。正直やってみなきゃわからないんですけれども、まあ前回距離をちょっと伸ばしてみて、まあ、スタミナのあるところは見せてくれたんで、まあ、あまりそこは考えず馬のリズムを重点に集中力が、ね、途切れないようにエースを運べればなと思います。今回で G1 4度目の挑戦となりますが、今回のメンバーご覧になっていかがでしょうか。そうですね、まあ結構強いんですけど、胸を借りるつもりでね、この馬の、まあ、いいところが出せればなと思ってます。長距離は騎手の腕がものを言うと言われてますので、はい、ファンは内田さんの腕に期待されているところが大きいかと思います。もう乗せてもらうにはこういったね、なかなか G1 なんて乗せてもらう機会なんてジョッキーに限られてるんで、その中でも本当に、いい騎乗をできればなと思ってますし、まあ、本当に一番はやっぱりこの馬の一番走る安いように乗ってくることが一番かなと思ってます。最後にファンに向けてアピールを一言お願いします。はい、まあ、距離はちょっと未知数なんですけれども、まあ、このまま前回しっかり走れてるんで、まだまだやれると感じていますので、ファンの皆さんぜひ応援よろしくお願いします。